かなりあのルカヘッドコーチ選手変えるのも早いですね。そうですね、まあ、いつも の, あの雰囲気じゃないゲームだということをよく分かってらっしゃいますよね。ここは斉藤匠志賀に渡っての、ここはカットになった。田中大輝が自ら持ち込んだ。この速さがあります田中大輝。ここは津山が攻めていったが十分なシュートは打たせませんでしたが、最後バスケットカウント、ケビン・ジョーンズ。ここは押し込まれましたね、いや津山君本当に力強くプレーしましたよね、はい、ファールは高橋子。さあここも多彩な攻めを見せて中に入ったアレックス・カク。そしてバスケットカウント、ここもただうわかなり強烈にいきましたね。シェファー、シェファービコキうまくかいくぐった。アレックス・カークをかわしましたね。さあそこからまたアルバルクが攻めて、ザック・バランスキー外目からシュートが決まる。スリーポイントシュート決まります。囲まれてなかなかシュート打てない。遠目から高橋よく決めてきた。ここはカットする。24番対決ですが田中からここはフリーになった竹内ジョージ。さあただなんとかいい形は作っている滋賀ですが、少し東京の得点が止まっているところですが、ここはアレックス・カークのワンハンドダンク。ここもワンテイク置いて、ここはよくカットした。さあ2対1の状況だ。そっちでシェファー・ミコキそしてようやくこういった速攻がありました滋賀。ここも斉藤がよく見ていました。そして自ら走って谷口、ここもスリーポイントを打ってきた。ようやくベンチも盛り上がってきましたレイクサーズ。田中大輝、ここもいった狩野、決めた。バスケットカウント打ってはいったんですが、本当にあの津山がいったバスケットカウント。再開された直後のゲーム1、見事アウェーのアルバルク東京が連勝を伸ばして6連勝となりました。